僕自身の体よりも嫁の方の方の体を心配してるので、家にいる子供たちの面倒を見てくれる母親がやっぱりどうにかなるとっていうのがすごく怖くて、検診を強制的に僕から言っても受けに行ってくれ早くっていうことを年に1でもいいので言ってます。それは男子プロゴルファーもピンクリボン運動を応援しています。